腹減った。俺、野上俊樹は人生最大の危機に陥っていた。とにかく金がない。二十歳の俺は奨学金とバイト代でなんとか大学に通う日々を過ごしていたけれど。ごめん俊樹くん、この居酒屋今月で廃業することにした。え？この不景気でバイト先の居酒屋が店を閉めることに。冷蔵庫にはもやししかないし、所持金は100円ちょっと。こんな具合で俺は途方に暮れることになってしまった。親に頼るという方法もあるかもしれないが、赤字経営をしている実家に頼ろうなんてこれっぽっちも思えない。奨学金が振り込まれる日まであと1週間。飯はもやしでやり過ごすとして、最後の晩餐だ。明日からに備えて甘いものでも食べよう。こうして俺は近所の激安たい焼き店へ。あれ、誰かいる？お姉ちゃん、たい焼き美味しそうだね。我慢しろ、見るだけだ。買う金はない。食べたいみたいだけど、着てるものもボロボロだし、泥だらけだ。何か事情があるのかな？よし。よかったら、これどうぞ。え？いいの？うん。お腹空いてるんだろ？私たちは別に。ありがとう。こら、ミチル。お姉ちゃん、すごく美味しいよ。ほら、一緒に食べよう。でも、あなたもお腹が空いてたから買ったんじゃ。僕は食べたばかりなので大丈夫ですよ。遠慮せず食べてください。それなら、すみません。いただきます。ね、甘くて幸せだよね、お姉ちゃん。これじゃないか、ミチル。あ、確かに。すみません、ありがとうございました。お礼を改めてするので、私たちはこれで。ありがとう、お兄ちゃん。ちょっとって言っちゃった。あの子たち大丈夫かな。また会えた時にでも何かしてあげられたらいいんだけど。でも数ヶ月後、俺に人の心配をする余裕はなかった。どうしよう、もやしすら買えない。新しいバイトも見つからず、奨学金と単発バイトでその日をつなぐ日々。さらにアパートの更新も迫っている。どうしよう、俺このままじゃ住む場所も失うことに。お兄ちゃん、やっと見つけた。え？野上俊樹さんですよね。誰だこの人たち。見るからにあっち系の感じだけど。やっぱりそうだ、会いたかったよ。お約束通り恩返しに来ました。恩返し？そうだよ、たい焼きくれたでしょ、あの時の子。はい、その節は大変お世話になり、立ち話もなんですから、こちらへ。ちょっと。いいからいいから。10分後、ここはあっち系の事務所に連れて行かれるのかと思いきや、到着したのは地元でも有名と評判の市川和菓子店だった。なんと彼女たちはここのオーナーだという。自己紹介がまだだったね。私は市川千恵、22歳。そしてこっちが。僕は妹のみちる、よろしく。野上俊樹です。本当にこの店のオーナーさん？だってその格好に後ろのおじさんたちって。ああ、この人たちは足を洗った仇だよ。用心棒として雇ってる人たちだから安心してくれ。用心棒って？ライバル店の嫌がらせがひどくてね、その対策なんだ。そのせいで一時お客様も減っちゃってね。私たちの格好もお客様のため、コスプレで話題性作りってやつ。おじさんたちもコスプレってことでああいう格好してるの。だが接客はものすごくフレンドリーで、常連さんにも好評なんだぞ。紛らわしい。でもなんで俺をここに？たい焼きのお礼だよ。私たちは俊樹さんのおかげで助かったんだ。どういうこと？それは。二人は自分たちに何があったのかを話してくれた。私たち数ヶ月前にこの店を継いだばかりだったんだ。両親が亡くなって突然のことだった。右も左もわからない私たちを狙ってライバル店の嫌がらせが始まったんだよ。
うちのお店は小さいけど、昔ながらの常連さんもいる。お客様のために頑張ってお店の経営を続けてたんだが、変な噂とか流されるうちにだんだんお客様の数が減っちゃって、だから自分たちの生活費を削ってお店の経営に回してたの。それでも苦しくて普段着や家具まで売りさばいた。僕たち気の身気のままでお風呂にも入れなくてボロボロだったよね。その上ろくに食べてなかったしな。それで二人はあんなにボロボロだったのか。だがどうにも苦しくなってしまって店を一時的に閉めることにしたんだ。それで立て直しのヒントのためにいろんなお店を見て回ってたの。何日も夢中になって回ったもんだから泥だらけにもなってな。その時トスキさんに会ったんだ。あれで僕たち新商品開発のテーマをひらめいたの。それからはイベントとかコスプレでお客様を集めて新商品のたい焼きを売ったんだ。その甲斐あって客足も少しずつ戻ってきた。ライバル店の嫌がらせ対策に用心棒も雇って、こうして今はなんとかやれてる。みんなとしきお兄ちゃんのおかげ、本当にありがとう。まさかあのたい焼きで二人が救われてたなんて。ようやく落ち着いたから、これでトスキさんにお礼ができると思った。それで調べたら、あの時トスキさんが置かれていた状況を知ったんだ。自分も大変なのに僕たちを救ってくれてありがとう。今日はお礼がしたくてお兄ちゃんをここに呼んだの。もしよかったら私たちと一緒に暮らさないか。え？お店を手伝ってくれたらバイト代も払うし、生活費はこっちで賄うから。そんな悪いよ。お兄ちゃん、僕たちと暮らすの嫌？せっかくお礼ができると思ったのに。うっ、そんな瞳で俺を見つめないで。めっちゃ断りづらい。わかった、よろしくお願いします。はい、お兄ちゃんと暮らせる。うわっ、こら、ミチル、抜け駆けはなしだぞ。へんだ、こういうのは早い者勝ちなの。こうして俺は市川姉妹のお世話になることになった。翌日、お兄ちゃん、ご飯できたよ。料理には自信があるんだ、食べてくれ。ハムカツにハムエッグにハムのサンドイッチ、見事に俺の好物ばっかり。お兄ちゃん、これ食べて、僕が作ったの。はい、あーうちょっとそれはダメ。いただきます。こーら、ミチル、抜け駆けはなしだと言っただろうが。昨日も言ったけど、こういうのは早い者勝ちなの。お前な、長女である私に譲るのが礼儀だろ。お姉ちゃんだったら妹に優しくするのが常識でしょ。何？ちょっと二人ともやめて。ならば交代で食べてもらおう。さすがお姉ちゃん、その案採用。えっ、トスキさん、あん、次は僕の番ね。ちょっと待って、それはさすがに食べづらい。わかった、私はいいから、ミチルに食べさせてもらってくれ。お姉ちゃん、ここは姉の私が譲るべきだ。さ、ミチル。そんな、抜け駆けできないよ。お姉ちゃんが食べさせてあげて。ミチル、お前ってやつは。なんというか、ものすごい罪悪感が俺を襲っている。わかったから、二人で交代で。いいのか？ありがとう、お兄ちゃん。あの雰囲気を断れる人なんているはずない。そして夜には、お兄ちゃん、一人で寝るの怖いから抱っこ。それはちょっと、ちえさん。ミチルととしきさんに間違いがあると困るからな。姉としてここで監視させてもらう。間違いって何もしませんよ。そんな度胸ないですし、見た目通りバリバリ装飾系男子ですから。いいえ、としきさんがいくら羊のようにおとなしそうに見えても、いつ狼の牙を剥くかわかりません。男の人というのはそういうものなのです。僕は別に狼さんに食べられたっていいよ。君はなんちゅうことを言い出すの。なんてこと、やっぱり最初からそういうつもりだったのね。手を出すなら妹ではなく、まず姉の私からにしなさい。いやいやいや、俺は一言もそんなこと言ってません。そんなつもりはさらさらないって最初から言ってるじゃないですか。
その後、俺一人ソファーで寝るという案は秒速で却下され、結局二人と一緒にベッドに入ることになったのだが、これだと寝づらい。やーら、お兄ちゃんと一緒に寝たい。ミチルがトシキさんのそばにいる限り、姉としてここからは離れられん。別に何もしないよ。まさかお姉ちゃん。そんなこと考えるなんて。そんなことは断じてないぞ。このままの体勢でいいから眠らせて。数分後。こんな状態で眠れるか。それから数日後。また来てね。ありがとうございました。お客様今日もたくさんだったね。日に日に増えてる気がするな。やっと一段落ってとこか。お姉ちゃん、次のたい焼きは？なあ、バッチリだ。それにしても、これだけお客様に来てもらえてるのは、店を手伝ってくれるトシキさんのおかげだな。え、そうだね。お兄ちゃんのためにも頑張らないと。二人とも、俺のことをそんな風に思っててくれたんだ。なんか嬉しいな。お客様は増え、平和な日々が続いている。そう思っていたのだけど、3週間後のある日、事件が起こってしまった。ほら、オーナーはどこじゃ？お前らがそっち系の奴らとグルなのは分かってるんだよ。なんだ？まさかまた。今日、用心棒のおじさんたちは非番でいない。その隙を狙ってくるなんて。私、行ってくる。私も。じゃあ、二人とも。おい、お前たち。店の前で騒がないでください。迷惑です。ああ、噂通り可愛い姉妹やないか。兄貴、連れて帰って遊んじゃいます。姉ちゃんたち、俺らと遊んでえな。絶対嫌。それ以上近づくな。あ、おとなしく言うこと聞けや。どうせこの店は俺たちの手で潰れるんだしな。言わせておけば。ちょっと待った！これ以上店に迷惑をかけるのはやめてくれませんか？お客様にも迷惑です。トシキさん、お兄ちゃん。なんやこの陰キャ。兄貴に喧嘩を聞か、おら。喧嘩か。しばらくやってないけど、やります？お前みたいな陰キャ相手にならへんわ。へえ、これ見ても強がっていられますか？その入れ墨は、関東を激震させたという伝説の一門小岩組の家紋。家紋入りの入れ墨は跡取りにしかないはず。まさかこいつ小岩組の跡取りなんじゃ。何が小岩組や。組が怖くてこの商売言ってられるか。あいつを倒して俺たちの名を挙げるぞ。ええ、しつこい人たちですね。参りました。強い。そりゃ小さい時から伊達に組の若い衆に鍛えられてませんから。お兄ちゃんは本当に小岩組の？大丈夫。組を継いだ母さんが足を洗って小岩組は福祉法人になったんだ。うちにいた組員も今じゃみんな介護職員だよ。だから俺も一般人。そういったところとの関係もないし安心して。でも、その入れ墨は？ああ、お手製の入れ墨シール。こういうこともあるんじゃないかと思って作っといたんだ。お兄ちゃん何気にすごい。またトシキさんに助けられてしまったな。もう僕我慢できないよお姉ちゃん。待て、トシキさんの気持ちも確かめないと。二人とも。実は私たち。トシキお兄ちゃんのことが好きなの。でも俺、たい焼きを渡しただけで。それが嬉しかったんだ。あの時僕たちに優しくしてくれる人って常連さんぐらいで、生活も進むにつれて心も荒れていっていたんだ。でもトシキお兄ちゃんがくれたたい焼きのおかげで僕たち思い直せた。優しくしてくれる常連さんのためにも頑張らないとってね。だからさ、トシキさん、私とお姉ちゃんどっちを選んでもいいから結婚して。そんなこと言われても。その後、俺たちは相談した末にライバル店を嫌がらせの件で訴えることに。その結果、ライバル店は多額の賠償金を支払うことになった。またこのことにより悪評が広まって業績が悪化。
ついには潰れてしまったそうだ。一方、俺たちはというと。いらっしゃいませ。今日もありがとうございます。相変わらず市川和菓子店でお世話になりながら大学に通っている。お店も変わらず繁盛している状態だ。でも一つ困ったことがあって。うん、お客様もいなくなったな。お姉ちゃん。ああ、こっちの仕込みも終わったぞ。やばい、またあの時間がやってくるのか。二人とも。さあ、助けお兄ちゃん。今日こそは答えを聞かせてもらうぞ。どっちと結婚する？俺は相変わらず二人にどちらと結婚するのか問い詰められている。もうしばらく賑やかな毎日が続きそうだ。